田舎の婆様の毎日メイク。どうも、魔女めぐみです。本日は、ものすごい濃いメイクをしたいなと思って、モスグリーンのアイシャドウパレット買ったんで、それで囲みメイクをしていきたいと思います。あ、これが流行ってるかどうかはわかりませんよ。わかりませんけども、私がただやりたかっただけです。ところで、ちょっと前にやった、ヤマンバギャルメイクありますよね。あれのギャル ASMR が好評だったんで、またそれに味を占めてやろうかと思って、シーンでヅラを買ったんですよ。ロン毛のヅラを。なんかこう白っぽいロン毛で、ワンレンみたいな感じのストレートのやつを買ったんです。それをこの前届いたんで、かぶってみたんですね。私的には、あれ？これちゃんみなじゃね？って思いながら、もう少し肌にツヤをちょうだい？みたいな感じで歌ってたんですよ、それかぶって。そしたらふと娘にその光景を写真撮られまして、それをね、友達に送ったんですよ、その写真を。そしたら、ちゃんみなっていうよりも、どっちかって言ったら、アレン様じゃね？ってなって、自分でも確かにってなっちゃったんですよ。いや、本当はね、反論したかったよ。いや、ちゃんみなだべなって、ちゃんみなだべなって言いたかったけど、ほんまやってなって、すげえ。あれね、絶対アレン様のメイクしたら私似ると思う。めちゃめちゃ似ると思う。っていうのも、ちゃんみなさんはどちらかというと目が離れてる系の遠心顔なんですね。で、アレン様は私みたいに球心顔、目が近い球心顔で唇がぶっとい系なんで、もうそのままなんですよ。なんならそのままなんですよ。メイクしなくてもすっぴんでもそのままいけるんですよ。だからそのままね、アレン様のモノマネメイクでもやれって言われたんですけども、それもまあまた、まあいいとして、とりあえずギャルはやらせようよ、私に。ギャルはやります。なんかね、ちょっとマンバメイクを極めたいなと思って、なんかゆうちょぱちゃんの動画とか結構見たりしてますよ。してますよって何？でもその友達がやっぱりね、もう絶対にアレン様やってほしいみたいで、セリフまでね、送られてきたんで、私スポーツ大嫌いって言えって。アレン様ってそう言ってんだってね。みんなもアレン様の動画をググってみて、ちょっと見てみてくださいよ。私スポーツ大嫌いって。本当にね、大声ですいません、マジで。エコーまでかけちゃって。耳、大丈夫だった？鼓膜。鼓膜ぶっちゃけなかった？あ、ぶっちゃけるって福島弁で破けるっていう意味ね。あ、できましたね。囲みメイクできましたね。本当にすいませんね。全然メイクの話しなくてすいませんね。フォロワー様にはお答えします。コスメの質問、メイクの質問、フォローしてくださってる方にはお答えしますんで、フォローをよろしくお願いします。魔女めぐみでした。